1分でわかる LSD。 LSD は1998年に発売されたプレイステーション用ソフトで、ジャンルはウォーキングシミュレーター、つまり夢日記などに代表される歩くだけのゲームの先駆けになったゲームです。 LSD では一人称視点で全14フィールドある世界を歩き回ります。最初から全てのフィールドは開放されており、それぞれの世界は広いものから狭いもの、独自の世界観があり、100種類以上のキャラクターがいます。しかしプレイヤーはキャラクターとお話しすることもアイテムを入手することもありません。キャラクターはそれぞれのタイミングで出現し、プレイヤーに干渉するものはごくわずか。そんな世界をただただ歩くのがこのゲームです。しかし LSD の世界は大量のパターンの BGM やだんだんと変化していくテクスチャがあります。そんな日々変わりゆく世界を歩いたり、物や壁にぶつかってフィールドを移動するリンク機能を使って、気持ちいい場所や気持ち悪い場所を探してみましょう。